愛媛県立小松高等学校は愛媛県西条市にある愛媛県立高等学校である。校舎は南に西日本最高峰である石槌山から一番近い高校として、その裾野につながる妖精が丘と呼ばれる高台の上にある。そのため、校歌で歌われるように道前、平野や瀬戸内海を一望することができ、 空気が澄んでいる日には遠く、島並海道の橋も見渡せる。敷地の広さが愛媛県の高校で一番広く、丘の形状を活用したグラウンドは3つありそれぞれ高さが違う。敷地のすぐ南には小松中央公園がある。毎年3月1日の卒業式には卒業後50年の OBOG が参加でき、人生第2の小松高校卒業式が行われている。 能力地に、章の銀太寺、その中に高を金じで、章の寺の型に、松葉模様、愛媛県立小松高等学校校科。愛媛県立小松高等学校応援科現在は、第四代目、旧正中学から新生高校への転換に伴い松に囲まれた小松高校を中小化したもので、後期中央と同じである。赤尾緑業特計弁学鍛錬1802年。 小松藩学問所として、藩校を開校、翌年に養成館と命名される。伊予成人と呼ばれる、近藤敦史さんを迎え支分に限らず入館を認めた。現在の小松高校はその流れを受け継ぎ校歌の中でも養成と繰り返し、校舎が立つ岡を養成が、丘、同窓会を養成会と呼ぶ。小松高校入り口愛媛県立小松高校校舎。 小松高校甲子園初出場記念碑。ありがとうございます。